入ります17頭ゲートイン完了スタートしました揃いました17頭先ラ争い1コーナーを目指します11番シャムロックヒルが出ますシャムロックヒルが逃げます2番手9番ロザムール追いかけるかどうか7番当選スーリア現在3番手13番アトミックフォースが3番手に上がっていってその後6番ビクティファルス 8番レッド・ガラン16番ウィン・イクシード先行グループの後ろ12番里ノクロニクルが続いて高位グループ1段でこの好位グループの中に4番ヒート・オン・ビート1コーナーをカーブです11番シャムロック・ヒルが先頭リードは一馬慎半。 2番手、追走が9番ロザムールで1、2コーナー中間3番手、インコース7番、当選スーリア2コーナー4番手が13番、アトミックフォース8番、レッド・ガラン5番手6番手、インコース6番、ビクティファルスここは先頭まで5馬身並ぶ16番、ウィン・イクシード向こう上面に入りますこの2頭の間4番のヒート・オン・ビート前から8番手ぐらいを追走。 17番スカーフェイス、外14番ジェットモーション上がっていきました向正面中間、3番コスモカレンドラ、12番サトのクロニクル、続いて前半 1000m、1分2秒0と計測されました中段よりも後ろは2番タガノディアマンテ、1番ウォーケンムーン、3コーナー手前、あとは後方、10番ブレステイキング、15番アールスター。 5番アアドマーーールバ最後方3コーナーのカーブに入りますピッチが上がって11番シャムロックヒルわずかに先頭2番手、9番ロザムール14番ジェットモーション3番手まで上がって600を切って34コーナー中間4番手が7番、ト選センスーリアその後手が動いて13番アトミックフォース5番手、追走です。 ウィン・イクシード、スカーフェイス、内で貯める8番のレッドガラン、4コーナーカーブ、直線コースに向かってきます、今度はジェットモーション先頭か、シャムロックヒル2頭並んで、3番手が外から当選数リア外に持ち出して、さらにはレッドガランが伸びて200を切って、坂を上ってくる、後続殺到、外からウィン・イクシード、間をついて2番のタガノディアマンテが伸びてくる、今度は先頭、8番のレッドガランに変わった、追い込む17番、スカーフェイス2着0争いに上がってくる、レッドガラン突き抜けてゴール。 2着は17番スカーフェイス3着争い接戦で最後の最後4番ヒートオンビート伸びてきています3着争いは横一線